皆さんこんにちは、ジャパンサイファーの J です。さて早速シードフリーダム、新たにコマ送りして発見した小ネタを紹介していきましょう。まずはですね、キラのメールボックスですね。キラのメールボックス、夜キラがメールをね確認するシーンありますけれども、まあ、ここをよく見てみるとですね、まあ、かなりメールボックスが作り込まれているということで、こんなちっちゃい画面ですね。でこちらを海外のファンですね、ルージュライオネスさんが解読してくださったので、私の方で翻訳してみたらですね、なかなか面白いんですね。まずキラはですね、6通メールをもらっていますね。まず1つ目はアグネスからですね。アグネスから深夜に来ていると、 Just Now 今来たっていうね書いてありますよね。はい、アグネス題名、ねえ最後に送ったメッセージ見た、そして内容、大和隊長いつも奮闘ありがとうございます、あなたは〇〇に来ますかというメールを、アグネスが送ってくると。でしかもですね、あざといのがアグネスのこのメールの件名ですよね。 Did you see our recent message? Did you see our ですからね、私たちのメッセージ見たっていうね、あたかもアグネスとキラがね、私たちみたいな風で勝手に巻き込まれてるっていうね、アグネスらしいですね。はい、このね英語のメール考えた人天才かなと思いますね。はい、次はですね、ミリアリアからのメールですね。ミリアリア、件名はファウンデーションの情報です。でこのメッセージの中身は、まあ、キラこの間教えてほしいって言われた件だけどっていうところで終わってますね。はい、で次にですね、まあ、イベント招待状っていうのが来てます。3通目ですね。プラントイベント通知、あなたはイベントに招かれましたというのが来ている。で今度4通目ですね。これが素晴らしいですね。アレックスから来ていると。で題名はないんですけど、内容は、まあ、キラ、カガリから聞いたぞ、カガリが心配している、必ず連絡してくれっていうね。ここでこうカガリとキラの絡みが見れたり、アレックス君、アスランザラですね、アスランザラとキラの絡みがここでね見れたりしていますね。次に5通目はカリダですね。カリダからの題名はなしで、内容は元気、オルドリンでの戦いは〇〇だったでしょうねというのが分かっています。そして最後、アグネス・ギーベンの後からね、6通目が来て、ただし途切れて見えないですけど、アグネスはね、この短時間で2通送ってるってね、このストーカー気質ってね。であとはアレックス君ね、スパイ活動中なのに、わざわざこうキラを案じるメールを送ってくれてるっていう、その優しさも見えてきますよね。またそれぞれの名前も面白いですね。アグネスはこうフルネームでアグネス・ギーベンラードって、ね、登録されているのに、ミリアリアだとかカリダ、あとはアレックス・ディノっていうのはそれぞれ名前で登録されているって、この距離感もありますよね。はい、もうねこのズカズカ来るアグネス、完全になんかこう解像度が高い感じのメールがね、こんな画面の隅っこにね入れられてるって、もうこの作り込みがすごいですよね。次はですね、フリーダム強奪事件の解説でございます。フリーダム強奪事件で登場したブラックナイツ、これをよく見るとですね、現代型のブラックナイツと少しデザインが違うんですね。特にこう脚部を見てほしいんですけれども、まあ、脚部のねデザインが変わってるんですよね。現代版のはこう下にこう裾がこう広がっていく形なんですけれども、半年前のフリーダム強奪事件のブラックナイツの足というのは結構細い走行になっていると。なので考えられるのは、このフリーダム強奪事件でブラックナイトですね、この機体はこうデスティニーのデータをパクってるとかいろいろ言われてますけど、このフリーダム強奪事件で最終データみたいなのが欠けたデータが補われたということが考えられますよね。はい、フリーダム強奪事件、一体何が起こったのか。さてお次の小ネタはノイマンの訓練時間について。はい、劇中ではですね、もう完璧な回避をね見せつけてきてくれたノイマンね、もうとっても素晴らしいっていうのは言うまでも、とっても素晴らしいというのは言うまでもないんですけども、これよく見るとですね、ミレニアムが空を飛んでからこの回避をするまでの時間は実はたったの2分しか経過してないんですね。でこの2分何やってたかというと、ミレニアムが飛んでキラがスピーチをして、でその間にアウラがあの船を撃つのじゃーって命令する、この2分間だけでノイマンはミレニアムのね空力特性を把握して回避に成功していたと。ね、これ本当によく考えてほしいんですけど、そのアークエンジェルとミレニアムって全く形違うじゃないですか。ミレニアム羽生えてるんで、そんなのね知らないわけなんですよ、ノイマンさんは。なのにたった2分でね完熟しちゃうっていうね。しかも途中からね、ノイマンはチラチラって後ろ見てアイコンタクトをしてたりするんで、うん、もうこれぐらいは慣れたよみたいなね、そんな合図だったのかもしれませんね。はい、ノイマンの訓練時間2分というねやつでしたね。はい、ぜひ皆さんもこれ改めてね、本当に数えてみてください。本当ね、大体2分でねこの回避やってるんでね、素晴らしいですよノイマン。次はですね、隠れズゴックの真相について、コメントでねタレコミをいただいてたんですけれども、隠れズゴックがいるぞという噂がありますと。で実際にですね検証してみたところ、まあ、隠れズゴックがいるのかいないのかってところですね。実は2つのシーンで隠れズゴックがいると言われています。まず1つはルナマリアが狙撃するシーンですね。この狙撃スコープの、
ここですね、左側を拡大すると、まあ、このようにこう白い煙がですね、こう一部こう独立しているように見えるの分かりますかね。こう煙がこう少しこう分かれてるの分かりますかね。そう、これがですね、あの隠れズゴック1号と言われているんですけれども、これ私はそうではないと思ってます。なぜかというと、このルナマリアの持っているスコープって上と下がこうずれるんですよね。その左右の目の、あの視差ですよね、左右の目でずれるんで、そこをこう補正しているような、あのカメラのエフェクトなんですよね。例えばこうミサイルっていうのもこう左にずれていますよね。でここの煙もですね、実は単純に煙のずれなのであって、実はこうズゴックがこう一瞬横切ったとかではないというふうに考えられます。で次のですね、隠れズゴック2つ目ですね。ここで言われているのはこのシーンですね。あのヒルダキがあの短期で離脱していくシーン、実は川のところをよく見ると、このようなこう黒い点がですねいると。でこれが隠しズゴックなのではないかとも言われています。あとはですね、この、赤い火花ですね、この赤いエフェクトが実はこれが隠しズゴックなのではないかとも言われているんですけれども、これ改めて検証したところ、この火花は、まあ、もちろん火花ですし、この黒い点というのもですね、実はあの数フレームちゃんとコマ送りしてみるとですね、あの破片がこう飛び散って、それがこうくるくるっとあの回転しながら落ちているようなシーンなんですね。なのでこれは決してこう川を移動するズゴックではなくて、空中から落下していく破片のように見えます。なので私が検証したところ、隠れズゴックはいないという結論になってしまったんですけれども、これはですね、正直諸説あると思ってるので、あのぜひね、やっぱりいるよという方ぜひ教えてください。はい、私はこれいないと思ってますが、間違ってるかもしれないですけれども、はい、諸説あるのでこれ検証してみてください。はい、で次はですね、アークエンジェルクルーの生死ですね。はい、アークエンジェルクルーね、生きてるのか死んでるのかみたいな、特にあの小次郎マードックさんね、死んじゃったのかなんていう声も聞こえますが、実はですね、この場面よく見てみると、アークエンジェルのお尻からですね、しっかりこう脱出シャトルが出るの分かりますでしょうか。はい、つまりですね、ちゃんと小次郎さんは脱出していると考えられるわけですね。はい、ちなみに監督団でも生きているということが言及されているので、まあおそらく心配はないでしょうということ。次はですね、カガリが取り寄せた大鳥装備、実はアスランを殴るためだった説っていう感じですね。実はカガリがエンディングシーンで新たな装備を取り寄せているんですね。ここをよく見てみると、カガリがエンディングでですね、大鳥装備というのを取り寄せているのがわかります。でこの大鳥装備というのはストライクルージュの追加武装で、対艦砲だとかミサイルだとかレール砲っていうのを装備したストライカーパックになってます。でですね、問題なのはこの大鳥装備、実はですね、アスランがエロ妄想した時にはいないんですね。これアスランがエロ妄想した時のシーンなんですけれども、カガリのアメージングストライクルージュの周りを囲っているのは村雨海であって、この大鳥装備まだ飛んでないんですよ。はい、ここから考えられるのはアスランのハレンチ妄想ですね。エロ発言を聞いた後にカガリが急遽大鳥装備を取り寄せた説があると、ね、なんでエンディング時には大鳥が来ていて、エロ発言時にはまだ大鳥が来ていなかったと。はい、でちなみに元の脚本ではカガリはアスランに対して、ね、帰ったら閉めるっていうセリフがあったらしいので、おそらくですね、アスランが来た時にまだね、あのエロ妄想みたいなことを言ってたら、大鳥装備の体感等でね、アスランをボコボコにするためにこの大鳥をね取り寄せた説があるぞというお話でございます。まあ、ただですね、まあ、実際そんなことをするわけないので、カガリとしてはですね、戦場へ勝ち込みに行くために、またアスラン対策の両方の意味も込めて大鳥装備をですね、あの取り寄せたんじゃないかなと思われますね。はい、お次はですね、シュラが実は体験していたものですね。こちらは小説版からの小ネタになってます。で小説版によるとですね、アスランはこの時何を念じていたかっていうと、カガリの裸のイメージだけではなくてですね、カガリの透けて濡れた服だとか髪の匂い、そして柔らかな感触、裸のイメージ、これ全てをね念じたらしいんですね。つまりシュラはですね、 VR カガリ様 4DX を強制体験させられていたということが小説版でわかるんですね。はい、でしかもですね、ポイントはアスランはですね、服まで妄想しているということは、まあ、おそらく一連の流れをシュラは短時間で流し込まれてしまったという、まあ、そういうご褒美を最後の最後にシュラ君はいただけたんですけどもね、まあ、代わりに死んじゃいましたけれども、ね、もう相当こう大変な思いをね、シュラ君がしていたんじゃないかなと思います。もう戦闘中にいきなりもうこの匂いまでね、感触まで全部流し込まれて、まだまだ戦ってアスランから腕を揉いだシュラ君、すごいですよ。これこんなもん見せられたらちょっと一回帰りますねっていうのが普通のはずなのに、ここシュラ君耐え抜いた、すごいですね。はい、
次はですね、アグネスのセリフですね。アグネス、負けてしまった時に、私だって好きでって言いかけてましたけれども、こちらも小説版の小ネタですけれども、私だってシュラのことが本気で好きでっていうのが本当に言いたかったことですね。アグネスとしても、アグネスとしても実際にシュラのことが、割と本気で好きだったということがね、分かっていると。で、この小説版の、描写を裏付ける内容として、ファンデーションパーティー、どの場面を見てもですね、アグネス、誰とも踊ってないんですね。そして、アグネスがこう裏切りを決めたっていうのも、このパーティーで誰も踊ってくれなかったからということですね。で、アグネスはキラに対して踊りをこうね、仕掛けていきましたけれども、キラに断られてしまってから、もうアグネスは誰とも一緒にいないんですよ。そのルナとちょっと話して、でもそういうルナも真に持ってかれてしまったんで、もうアグネスとしてはもう自分は一人ぼっち、誰も私と踊ってくれないと、もうだからシュラと一緒にいるということが、アグネスの裏切りにつながってしまったと。でちなみにアグネス最終決戦でね、負けて月面で泣いていますけれども、この時にね、考えていたのは、もうなんで私ばっかりこんなひどい目に遭うのよってね、誰も私と踊ってくれなかったじゃないですかね、私だってシュラのこと本気で好きだったんだからってね、全く反省してないっていうのがアグネスの最後だったね、アグネスらしいですよね、はい、で最後に解説していきたいコネタっていうのはイングリッドが自らを抱く理由ですね。これも本当に深いんですよね。小説版で分かっているコネタなんですけども、まずなぜイングリッドが自らを抱くのか、そしてなぜオルフェに恋をできなかったのかっていうことなんですけども、イングリッドのオルフェへの恋心ってそもそも矛盾していたっていう話があります。でこの矛盾ってどういうことかっていうと、アコードってやっぱり与えられた役目をしっかり果たすっていうのがもう生存価値ということですね。なんで与えられた役目、与えられた能力、それを活用して世のため人のため、つまりアウラが指定するあなたたちはこれをやりなさいよっていうことをやることがアコードたちの役目だと。でなんでイングリッドの与えられた役目っていうのはオルフェとラックスっていうこのトップ2人のアコードが一緒になることを支えることですよね。で一方でオルフェの役目っていうのはラックスと一緒になることなんですね。なんでイングリッドは生まれたその時からこの役目を果たせと言われ続けてきたと。で一方でイングリッドがオルフェに恋をしてしまうと、イングリッド自身の役目も果たせなくなってしまうし、で今度は恋する相手であるオルフェの役目も果たせなくなってしまうって、この二重で反してしまってるというところがあるんで、なかなかイングリッドはオルフェに恋をね踏み出せなかったというのがあります。でただラクスとイングリッドが会話を重ねることで、ようやくイングリッドはその必要性だとか役目なんてどうでもよろしいということが分かってきたという話ですね。でそしてこれのついにいるのがまさにアスランですよね。小説版でも明らかになってますけれども、アスランはかつてカガリにね、生きることが戦いだと言われたと。でそこから彼が学んでいたのは、生きて何かをするとか何か能力があるから価値があるとか、そういうことではなくて、もうただ生きていることだけに、もう息を吸って生きていることだけに価値があるって、かつてカガリ様に教えてもらったから、だからアスランはそこでシュラに勝ってるんですよ。シュラはアコードなんで、与えられた役目、強さこそが勝ちっていうことで彼は戦ってたのがシュラ。で、一方でアスランは、いや、そうじゃないと。もう強さとか役目とか必要性とかそうではなくて、もうただ生きていること、かつてカガリ様に言われたこの言葉にこそ、自分が生きているだけのことにこそ価値がある。ここでですね、この価値観の違いで、やっぱアスランたちは勝ったというところ。そしてイングリッドもそれに最後に気づいてオルフェに恋ができた。そしてオルフェも最後イングリッドの瞳を見つめることができたというお話でございます。はい、本当にね、深いんですよね。イングリッドね、切ないキャラですよね。はい。以上がですね、日々ですね、コマ送りして分析しておりますけれども、新しく分かった小ネタでした。皆様、新しい発見はあったでしょうか？ぜひですね、もしよかったら、チャンネル登録、高評価していってくださいね。はい。引き続きですね、シードフリーダムコマ送りでね、分析していきますので、次の小ネタお楽しみに。それでは皆さん、次のガンダム解説でお会いしましょうね。